現役大学生ともあるキャンパスツアー、はい、本日はですね近畿大学の方にお邪魔させていただいております。大学公認のね動画となっておりますので、皆さんこの動画を見て近畿大学のことをよく知ってほしいなというふうに思うんですが、本日はですねリコちゃんに来ていただきました。ちょっと自己紹介お願いします。はい、近畿大学経済学部3回生の山田リコです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す。マナビズムのね卒業生でもあってですね、はい、今日はこのリコちゃんに近畿大学のことをいろいろ聞いてですねよく近畿大学のことを知っていこうと思ってますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。大学内でコロナウイルスの抗原検査できるのエグない。はい、そうなんですよ。今すごいな。こっちのキャンパスにも向こうのキャンパスにも用意があるんですけど、はいはいはい、抗原検査が受けられることになりました。すごいね。本当、はい、最近始まってまっワクチンがこう普及し始めたのと同時に抗原検査も始まりました。すごいな。そういうのを取り入れていくのすごいよね。はい、次はどこですかリコちゃん。はい、次はこちら英語村になっております。英語村、はい、聞いたことあるけど実際俺見たことないし、はい、これもう一歩入ったらあれやんな、はい、もう英語しか喋ったらあかんでっていう。そうです。英語村では月によって毎日毎日違うコンテンツみたいなのを提供してくれてて、毎日行っても違うものを楽しめるので、お例えば15日に行ったらオリンピックで誰が優勝すんのみたいな、誰が勝つのみたいなのをテーマに話しましょうねってなってる。そうです。なるほどね。確かにこういう話のネタ用意しててくれたらちょっと行くハードル下がるな。はい、うんうんうん、たまにこうゲーム一緒にするとかもあるんですよ。そういう場合はすごい行きやすいので、はい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 、私もよく行ってました。割合はどれぐらい、そのそ、ね、日本人と日本人じゃない方の割合ってどれぐらい。中にいる先生たちはもう全員外国の先生で、はい、日本人はもう生徒だけです。はい、日本語 NG ってめちゃめちゃ緊張する。I'm a YouTuber エデュケーショナル YouTuber。 ああ、そう。はいはい。Recently, I watched the Olympic soccer game. Yeah. Do you see? Yes, yes, I saw it. Yeah, yeah. Japan versus Mexico? Yeah. Yeah, yeah. Did you watch it? Yes. Yes, yeah, yeah. So nice job. And I like Korean music. K-pop. Yes, and I like BTS. Oh, BTS most. Yes, most. Thank you. Thank you. 緊張した母語じゃないの緊張するわ。次の施設は何ですか。続きましてこちらアカデミックシアターです。いやアカデミックシアターです。もう近代名物ですね、はい、近代といえばですね。そうですよね、はい、学生にいろいろ聞いてもなんで近代行ってよかったと思うのって言ったらアカデミックシアターがあるからですってみんな言うからね、はい、ちょっと中身を紹介するところがですねあんまりないのでぜひ中いっぱい見て紹介していきたいと思います。はい、はい、すげえ。すごくないですか。すごい。ここはどういうとこですか。ここは漫画を読めるエリアになってるんですけど。いやすげえな、はい、これすげえわ。俺すげえ感動したのが、はい、多分これミステリーシリーズなんやな。そうです。このシリーズによっていろんなところに置いてあるんですよ、うん、そうやんな、はい、で東野圭吾さんってもう超有名なミステリー作家なんですけど、小説も置いてるし、はい、それに合わせた、そういうミステリー系の、漫画も置いてるっていうこと で、はい、これが今はそのミステリーコーナーというか言ったら、ね、裁判長にちょっとこれ撮ってくれる裁判長に物申すとか、はい、この裏のところにはですねこの犯人はこの中にいるとかですね、多分ここはもうまさに犯人はこの中にいるというか、はい、そのミステリー系ですよね、うん、なんやけど、ね、これは4年ではもう全部読み切られへんぐらい読みたい本あるね、はい、図書館で借りようとは思わへんけどこういう風に並べられると、はい、めちゃくちゃ楽しいな。そうです。で近くに椅子とか机もたくさん用意してあるので、うんうんうん、そこで読むこともできるっていう。そうよな。そうなんです。空きコマのこう潰す時間に。そうやね、大学生ってさ空きコマ結構あるやん、はい、そうなんですよ。その中でさこういう施設あったらめちゃくちゃ時間潰せるよね。はい、そうなんです。しかもその潰す時間が勉強にもなるっていう。はい、そうです。最高ですね。はい、羨ましい近代生。うわ花が7あるやん。日本で一番キュンキュンさせる漫画7あるやんか。ちょっと古くないですか。でも古いな年齢がな。ちょっと古いですね。そう、読んだことある。7あります。でも1位は
君に届けみたいですよ。君に届けはいいよ知ってるよもちろん。僕があの高校生時代、君に届けを読んで、あの女心勉強せえっていう風にあの教わりました。誰からですか？友達女友達から絶対君に届けは読んで、読んだ方がいいよっつって、モテるよって言われた。だからモテたい男子は君に届け読んでください。ぜひ読んでくださいジョジョあるやんか。うわ、井上武彦先生、あ、来ました。僕が一番好きなバガボンドです井上武彦先生、あのスラムダンクのね、あのスラムダンクを書いた、著者の方が、あの宮本武蔵の、ことを書いてる漫画なんですけど、めちゃくちゃいいんで、ぜひ受験終わってみてください。ここのエリアは映画見れるエリアになってるんですよ。そうなんです。何でもあるやん。そうなんですよ。大学の中に映画見れる施設あるわ、えぐいな、はい、本当はここが、うん、あの席が横並びになってて、うん、イヤホンを一緒につけて、はいはいはい、カップルがこう映画見るみたいなのが流行ったんですけど、今ちょっとコロナの影響で一人席でなんですけど、はい、いや青春やな。そんなんできるんやったら俺も近代来ればよかったちょっとね、残念ながら CNN カフェ、はい、今何で空いてないの？テスト期間中だから、コロナ対策っていうのもあります。そうなんや、はい、こちらアメリカですごく有名な CNN ニュースって知ってますか？それをモチーフにしたカフェになってるんですけど、それをモチーフにしたカフェあんねや、はい、うん、ここでこうフライドポテトとか、はい、ホットドッグとか、はい、ちょっとジャンクフード系が食べられるっていうカフェになってます、はいはいはい、こちら女子専用の自習室になってます。自習室、はい、これテスト前とかだったらな、これもっと人おるんじゃないの？そうなんですよ。のここ予約制なので、はいはいはい、あの席も確実に取れてから利用できるっていうめちゃめちゃいいメリットです。そういうアプリがあるってこと？そうなんです。じゃあ今からちょっと実際にやってみたいと思います。はい、あ、ぜひぜひ。こういった感じ、あのユニバっていう近代のアプリがあって、うん、そこからこういう風に予約可能とかが取れるようになってるんですよ。でちょっと一回ここを取ってみたいと思います。はいはいはい。でなったらここ、こうなるので、うん、もう予約って押してもらうとこういう感じで予約メールが届くようになってます。待っとかんでいいもんね。はい、しかも急に誰かが座ってるっていうこともなくて、確かに、はい、もうそこが予約してる人しか入れないようになってるので、うん、はいはいはい、もう今は予約してたらこんな風に、はい、今入場できるんですけど、私の場合だとこれをこうタッチしても、うん、こうダメって言われて開かないんですよね。ダメって言われたな、今。音がダメって言われたな、言われちゃうんですよ。そうなんです。で12時半になったら入れるよ。はい、すげえ。図書館でね、普通の大学生勉強しますけど、こんな自習専用の自習室だったら嬉しいですよね。はい、はい、次はこちらです。はい、これは何ですか？こちらあの DNS パワーカフェって言って、 DNS パワーカフェ、はい、新しくできた食堂です。はいはい、パワーっていうぐらいだからということは、ということはそうですね、筋肉系をこうモチーフというか、そうです、筋肉食堂ということですね。はい、めちゃくちゃいいですね。はい、体育会も強いですから近畿大学、はい、ぜひ紹介してください。はい、すげえ、これすごくないですか？あ、じゃあ全部のメニューちゃんとタンパク質の表記が書いてて、はい、もうこれ食べたら何グラム取れるみたいな。そうです、女子からさ嬉しくてカロリーも書いてるんで、うん、確かにね、体重管理とかもできやすいんですよね。確かに、はい、あとたこ焼きも焼けるんですよね。はい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 、そういうメニューもあって、はいはいはい、友達とタコパーがここでできちゃうっていう、はい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 、素晴らしい大学です。ちょっと今閉まっちゃってるんですけど、サーティワンもね、はい、そうなんです、あるんですよ、はい、こんなんもう女の子めっちゃ喜ぶんじゃん。いや、めちゃめちゃ嬉しかったです。なあ、はい、オープンした時すっごい並んでて。あ、そうなんや。大人気やったんですよここはどんなとこの場所？ここはあのすぐ右見ていただいたら、うん、こちら経済学部のキャンパスになっていて、はい、これは校舎なんですけど、はい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 、ここに食堂があるんですよね。はい、食堂の屋上で今撮ってます。はい、なるほど、はい、クソ暑いです。いや、めっちゃ暑いですびしゃびしゃです。もう暑いんですけどなんかね、木もあるし、ここで青春みたいなのも感じるかなと思います。確かにな。近代のいいところを3つ教えてって言われたら何と何と何っていう、はい、まあ、まずは多分今日動画見ていただいて分かると思うんですけど、うん、あの設備の良さ、設備の良さ、はい、はい、2個目は、うん、なんか近代ってこんな言い方したらちょっと悪いんですけど、うん、カンカン同一に受からなくて来た子が若干やっぱ一定数多いんですよね。はい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 、だからそれが
があるからこそのチャレンジ精神が高い人が多い。おなんか周りもそういうポジティブな子が多くて、はい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 、そういうのもなんか来た一つのなんかいいなと思う点。3つ目は3つ目は、うん、あの可愛い子とかっこいい子が多いなという。それ一番やん。そうです、それ一番大事やんか、はい、やっぱ学生数がめちゃめちゃ多いじゃないですか、うん、大阪の中でも、うん、そうね。なので、まあ、比率が高いと言いますか、はい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 、可愛い子が多いなという印象は見受けられますね。言い残したことない？近大のいいところ。いや、そうですね、この動画見ていただけたら、うん、もう近大の全てが分かるんじゃないかなと思って取れてないとこもいっぱいあるけどね。まあそうですね、今日はあのちょっとコロナの影響で空いてないところも若干あったので、うん、そうなんですよ。本当にこの動画を見てね、近畿大学に興味を持ってもらった人はぜひともね、あの近畿大学受験に使ってもらえたらというふうに思います。じゃあこの動画はここまでにしたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございます。ありがとうございました。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナリズムではですね、公式 LINE を用意します。その公式 LINE では君の志望校であったり今の実力っていうのを入力していくことによって、この参考書、この単語帳が最適ですよっていう風におすすめする英単語帳診断であったり、総計マーチカンカン同率みたいな有名次第の傾向と対策はこうですよみたいな e-book 次第攻略バイブルっていうのをプレゼントしてます。なんで興味ある方はぜひ LINE 登録よろしくお願いします。